伊吹山テレビをご覧の皆さん、こんにちは。現在、伊吹地崎で発生している土砂災害の対応で、これまでに多くの方々が関わっていただいています。今回は、被災地域のために活動を続ける方々に向けて、避難所である伊吹小学校児童の皆さんから、感謝と応援のメッセージが届きましたので、ご紹介します。1月1日月曜日の10時ごろ、私たち伊吹小学校の近くで土砂災害が発生しました。私たちは学校にいました。体育館が避難所として開設され、40人を超える方が避難されてきました。また、たくさんの方が災害現場の復旧や避難所の対応などの活動をされていることも知りました。避難されている方が少なくなった頃、避難所を見せていただきました。その時感じたこと、思ったことを発表します。土砂災害があって、いろいろな人たちが一生懸命に伊吹の復旧、復興のために動いてくれて嬉しいし、ありがたいです。でもまだ正直怖いという思いはあります。これから災害が起こらないように自分にできることを考え行動したいと思っています。次は私の地域かもしれない。怖い。でも避難所がすぐにできたことで少し安心できました。ありがとう、頑張っている人たちに伝えたいです。言葉にならないぐらい嬉しいです。支えてくれている人たちのおかげで私たちは助かっているんだなと思いました。すぐに元通りになってほしいです。たくさんの人が頑張っているので、自分もできることをしたいです。ボランティアとかをしたいと思いました。困っているところに来て助けに来てくれるような人々がとってもすごいと思いました。伊吹小のみんなからメッセージを送ります。私たちもできることをしたいです。皆さんありがとうございます。みんなすごいですね。応援しています。頑張ってください。私たち伊吹小学校から頑張るすべての方々にエールを送ります。みんな、せーの、ありがとう皆さん、頑張ろう伊吹。力が湧いてくるメッセージをいただきありがとうございます。それでは今週の伊吹山テレビはご覧のラインナップでお届けします。まずはウィークリートピックスのコーナーです。河南小学校で児童が企画したアトラクションイベントが開催されました。7月5日河南小学校で児童たちが企画運営したアトラクションイベントサスケが行われました。この催しはドキドキワクワクを自分たちで作ろうと活動する河南小学校の児童会の一つ夢プロジェクト委員会が企画したものです。さまざまな障害物を乗り越えゴールを目指す人気テレビ番組サスケをモチーフに11人の夢プロジェクト委員たちが4つのコースを制作しました。校舎には段ボールを使った迷路や縄跳び跳び箱などが設置され、児童たちは友達と一緒に楽しみながらクリアしていきました。
また体育館にも木木や平均台を使った障害物エリアが用意され、エリアの最後には本家サスケでもおなじみのそり立つ壁が立ちはだかりました。児童たちは行く手を阻むボールを弾き飛ばしながら、およそ3メートルの湾曲した壁を駆け上がっていました。心待ちにしていた児童たちは果敢に挑戦し、応援席から声援と拍手が送られるなど、会場は大いに盛り上がっていました。3回目のサスケで緊張したけど無事に成功してよかったです。そり立つ壁、上まで登れて嬉しかったです。そり立つ壁で上タッチした時にみんなから歓声が盛り上がって嬉しかった。そり立つ壁の頂上まで行けて嬉しかったです。ホッケー女子日本代表に伊吹高校出身の選手が選ばれ、その壮行会が行われました。7月7日、伊吹薬草の里文化センターでオリンピックに出場するホッケー女子日本代表の選手を激励する壮行会が開かれました。これはパリオリンピックに出場するホッケー女子日本代表さくらジャパンの選手に選ばれた伊吹高等学校出身の島田亜美留選手と森香音選手を応援しようと開催されたものです。はじめに平尾市長が多くの人たちに勇気、感動、希望を与えてくれることを期待していますと激励の言葉を述べました。続いて水上ホッケースポーツ少年団から色紙が手渡されたほか、伊吹山中学校のホッケー部員からは応援スティックが、伊吹高等学校のホッケー部員から応援旗が贈られました。島田選手は、今この場に立てているのは応援してくださる皆様のおかげです。自分の力を発揮して結果で恩返しできるよう頑張りますと話し、森選手は米原の素晴らしい環境でホッケーができ仲間と出会えたことが出場につながったと思います、応援よろしくお願いしますと意気込みを語っていました。パリでは私フォワードなので、なお、ホッケー女子日本代表の試合は7月28日から予選リーグが開催されます。柏原中学校で新しくできたダンス部の活動の様子をお届けします。7月9日、柏原中学校で今年度新しく創設されたダンス部の活動を馬淵教育長らが視察に訪れました。柏原中学校では子どもたちに人気の部活動を取り入れ、学校の活性化につなげようと今年度から県内では2校目となるダンス部が創設され、経験者や初心者合わせて11人の部員が日々練習に励んでいます。この日は市内でダンスを教えている学校の登録指導員の松井理恵さんが部員たちを指導しました。はじめに全員で準備運動を行った後、音楽に合わせてフットワークや体の動きを練習しました。また最後には今月27日の八戸祭りで披露する予定のダンスパフォーマンスを行い、本番に向けてそれぞれのパートを一生懸命に練習していました。初めはとってもできること自体に驚いてて、でも、他の学校にないような個性あふれる学校が柏原中学校なので、できたのはすごい良かったと思いました。
真剣にやるのはもちろんなんですけど、楽しくみんなでやっていけたらいいなって思っています。それではここで健康づくり課からのお知らせです。暑い夏を安全快適に過ごすために熱中症予防行動を実践しましょう。暑い日の外出や農作業はできるだけ控えましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分、塩分を補給しましょう。続いては毎回メニューが楽しみな健康推進員さんによるクッキンマイバラのコーナーです。今回ご紹介するのは夏野菜のスパイシーカレー炒めです。皆さんこんにちは、健康推進員前原支部の隅田です。セリです。クッキン前原では私たち健康推進員から季節の野菜を使った簡単料理を紹介します。今回作るのは夏野菜のスパイシーカレー炒めです。1日にとってほしい野菜量は 400g ですが、この一品では約 150g 分の野菜を摂ることができます。野菜不足が問題となる中、毎日プラス一皿の野菜で健康的な食生活を送りましょう。では早速作っていきましょう。小松菜は4センチの長さに切ります。ナスは乱切り、玉ねぎは薄切りにします。フライパンにオリーブオイルを敷き、小松菜の茎の部分、ナス、玉ねぎを入れて炒めます。しんなりしてきたら小松菜の葉の部分とヘタを取ったミニトマトを入れ炒めます。カレー粉、鶏ガラスープの素、塩を加え、さっと炒めたら完成です。米原市の平均塩分摂取量は男性で 11.5g、女性で 10.6g と多い傾向です。今回の料理では減塩調味料を使用することによって美味しく減塩することができます。またカレー粉のスパイシーな風味で薄味でも美味しく感じることができます。水溶性食物繊維が多く含まれる緑色の濃い葉物野菜を食べると肥満予防や発がん予防になる短鎖脂肪酸が腸の中で作られます。今回の料理では葉物野菜である小松菜を取り入れました。普段の食事にも葉物野菜を積極的に使ってみてくださいね。暑い夏を元気に乗り越えましょう。皆さんいかがでしたか？不足しがちな野菜が簡単にたくさん取れる夏野菜のスパイシーカレー炒め、ぜひ作ってみてください。特集のコーナーです。市民保険課から現行の保険証の廃止とマイナ保険証の活用方法についてお届けします。それでは VTR をどうぞ。今日も診察混んでるな。10人待ちか。ん？何やあのチラシは。何やって？今年の12月2日から現行の保険証は発行されなくなります？
どうすんの。あ、岡田さん、こんにちは。北村さん、久しぶり。お久しぶりです。そういえば北村さん、あのチラシ見た？今年の12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますやって、この間届いた8月からの新しい保険証も使えなくなるんかな。見た、見ました。国保の保険証とおじいちゃんおばあちゃんの後期高齢者医療の保険証が届いた時にチラシも一緒に家に届いてました。届いた保険証は来年の7月までは引き続き使えるみたいですよ。12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。8月に更新した国民健康保険および後期高齢者医療の保険証は有効期限の令和7年7月31日まで引き続きご使用いただけます。ただし12月2日以降に保険が変わったり、負担割合や住所など保険証の記載内容に変更があった場合は有効期限内であっても使用できなくなります。よかった、保険証に変更がなかったら1年間はこのまま使えるんやね。でも保険証が使えなくなったらどうやって受診するんやろう。12月2日以降はマイナ保険証を基本とした受診に変わるみたいですね。私はもう受診するときはマイナ保険証を使ってますよ。お、さすがやね。ただマイナンバーカードには保険証の内容が書いてないからちょっと不安やな。それにマイナンバーカードを持ってない人はどうやって受診したらええんやろ。負担割合とかは資格情報のお知らせで通知されますし、マイナンバーカードを持っていない人には資格確認書っていうのが交付されるらしいですよ。12月2日以降はマイナ保険証を基本とした受診体制に変更されます。マイナ保険証を使用されている人は保険の加入状況や負担割合などは資格情報のお知らせで把握できるほか、マイナポータルでも確認いただけます。マイナンバーカードを持っていない人や持っていても保険証利用登録をしていない人には今の保険証の有効期限が切れる前に資格確認書が交付され、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。マイナ保険証を使用されている人でも退職や転職で社会保険から国民健康保険に、また国民健康保険から社会保険に切り替わる場合や転入転出で別の自治体の国民健康保険に変わる際は引き続き加入・創出の届出が必要になります。僕もマイナンバーカードは作ったけど保険証として使ったことはまだないわ。どうしたらええやろ。マイナンバーカードの保険証登録をするとすぐに使えるようになりますよ。ステップ1、マイナ保険証を利用するにはマイナンバーカードが必要です。まだお持ちでない方はご覧の申請方法から申請してください。ステップ2、マイナンバーカードの保険証登録をしましょう。医療機関にあるカードリーダーやお手持ちのスマートフォン、また市役所に設置しているマイナポータル端末で登録できます。いろいろ教えてくれてありがとう。でも初めてマイナ保険証で受診するとき、うまく使えるか心配やな。簡単ですよ。医療機関の窓口のカードリーダーで受付するだけですから。今から受付なので見ててください。俺がカードリーダーか、見たことあるわ。受付お願いします。マイナンバーですか？はい、はい、こちらお願いします。カードリーダーにマイナンバーカードをセットします。顔認証または
4桁の暗証番号で本人確認をします。過去の診療情報や高額医療費制度の利用について同意確認を行います。受付完了です。これだけなんや、簡単やね、安心したわ。ところでマイナ保険証で受診すると何かいいことあるんかな。こんにちは。メリットはいろいろありますよ先生。今までの保険証より医療費が20円節約でき、自己負担も少し安くなるんです。また今後同意があれば過去のお薬情報や検診結果も見られますので、より多くの情報をもとに安心安全な治療を受けることができるんですよ。これから受診するときはこんな感じになるんですね。体調で気にされてることはありますか？最近よく口が乾くんです。何かの病気でしょうか？同意いただいているので今お薬の情報の確認をしますね。確認しましたところ、病院から出ている薬でその口が乾く可能性がある薬があるんです。水分を少しこうこまめに取っていただいて、今度病院受診されるときにまた相談いただけるとありがたいですね。よかった、ありがとうございます。他の病院のお薬情報も見てもらえるのは安心ですね。なるほど、そんなメリットがあるんですね。それにマイナ保険証があれば医療費が高額になったときに同意すれば手続きなしで限度額を超える支払いが免除されるんですよ。前に親戚が入院したときは事前に紙の認定書の申請が必要で大変やったって言ってたんですよ。マイナ保険証なら手続きが不要になるんですね。今日はマイナ保険証の使い方やメリットがいろいろ分かりました。今度から僕もマイナ保険証で受診してみます。国民健康保険、後期高齢者医療制度とマイナンバーカードの発行についてのお問い合わせは市役所市民保険課まで。マイナンバーカードの保険証利用についてはマイナンバー総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。